野村古道。陥落の馬。朗らかなロマンス。皆様のお話は面白いにはそうやりませんが、少し陰惨すぎて胃の腑のためにはよろしくなかったように思います。そこへ行くと、私の話は明るくて、朗らかで、おとぎ話のようにロマンチックですが、決して小説や作り話ではありません。ことごとく、近八郎さんのおっしゃる、切れば血の出るような事実談です。私が経験したことを私が話すのですから、これほど確かなことはありません。第7番目の話の選手、水島三悟は、こういった調子で始めました。千葉工業株式会社の若い取締役で、聞き物と評判を取った男ですが、うち見たところは、思想家などによくある、少しばかり皮肉な感じのする、聡明そうな、いい男です。法学士の私が小敷に落ちた。驚いてはいけません。この私、水島三悟が身を持ち崩して一度小敷の仲間に入ったことがあります。大学を出たのは24の春。職業がなくてブラブラしているうちに続けざまに両親に死なれたのですから、お小遣いだけを潤沢に持った私がどんなことになったかお察しくださることは容易でしょう。泥棒と詐欺をやらないだけ。あらゆるデタラメと放蕩をし尽くした私は、3年経たないうちに財産ばかりでなく、名誉も、信用も、自尊心も人格も何もかも綺麗になくしてしまったのも無理のないことでした。親類も友達も、そうなってはもう寄りつくこってはありません。私自身もまた、そんな薄情な存在は何の未練もなく振り捨てて、ロビンソン・クルーソーのように一本立ちになっていました。金は一文もなく、信用も友人も職業もないとなると、私の行く道は決まっております。さらぬだに懐疑的な私の頭は、その頃すっかり捨て鉢になって、パンを得るための最後の努力を払うのさえ面倒くさくなってしまったのですから、私の落ちてゆく道は、小敷より他にはありません。法学士水島三悟は、こうして金看板の物もらいになり下がってしまいました。しかも、それを恥憂いでもすることか、当時は日本一の大英断のように誇らしい気持ちにさえなって、たまたま道で腰弁になりすましている学友などに会うと、わざと悟れよがちに、その男の前へ文字通り放蕩公面の私の顔を突き出してやったりしたものでした。しかし、小敷という商売は、私はあえて商売と申します。決して楽な商売ではありません。右や左の旦那様をやるコツもすっかり板についてしまって、足へ一途たるほどにボロ切れを巻く手際も心得てしまった頃でも、どうかすると、もらいが少なくて夕飯にありつき損ねたり、嵐や吹雪の晩など、橋の下や、同営の軒下にへそまで濡れてガタガタ震えながら夜を明かすことも稀ではありませんでした。小敷にも貯金するのもあり、もらいが済めば家へ帰って足腰を伸ばして休んでいるのもありますが、それは小敷道の異端で、我々のような徹底した小敷は、必要以上に往来の人を悩ませてもらいだめをするような不心得なことはしません。物もらいを始めてから1年ばかり経ったある年の夏のこと。すっかりあぶれてしまって、2、3日ろくに物も食わずに橋の下に寝ていたことがありました。私は一体仲間と一緒になるのが嫌で、学者とか変人とか親しみのないあだ名を呼ばれながらも、たった一人の巣を見つけて、心静かに小敷の境地を楽しむ癖があったのでした。その時もたった一人で、打ち続く雨と恐ろしい飢えとに苛まれながら、それでも仲間のところへ救いを求めに行こうともせず、一長羅のむしろを引っかついで、宵のうちから眠りこけていました。何時間眠ったかわかりません。とにかく私は誰やらに呼び覚まされました。重いまぶたをやっと押し開けると、あたりは急に明るくなって、目の前に恐ろしく贅沢なスタンドが立っております。大きいあくびを一つ、手足を存分に踏み伸ばすと、絡まるのはあるかなきかのふんわりした夜のもの。こいつは素晴らしい夢だ。私は呆然そんなことを考えていましたが、それにしては妙に現実性が濃厚で、いつも見る夢とは気分も道具立てもすっかり違っております。若様、ご夕食の用意ができましてございます。精錬された若い女のアルトが、耳障り美しくそばに響きます。もう一度重いまぶたを押し開くと、つい目の前に、17、18の美しい腰元が、深々とした絨毯の上に、いともつつましく立っているではありませんか。目が覚めると若様に変わっていた。私はかなり横着者ですが、生まれてからまだこんなに驚いたことはありません。橋の下の大地の節戸が贅沢ながら落ち着きのある最上等の寝室に変わって、むしろがスプリングのベッドに化け、街灯の遠い光が美しい電灯の近い光に、そして、いつも私の寝込みを襲って叩き起こすヒゲ武者のおまわりさんが、思いもよらぬ美しい若い女中に変わっているのです。どんな鮮魚の銀の杖だって、こんな素晴らしい魔術ができるわけありません。私は、豚の子から王子様に変えられたアラビアヤワの中の人物のように、しばらくはあっけに取られて、口を聞くこともできませんでした。皆様お待ちかねでいらっしゃいます。お風呂をお召しなさいましたら、すぐ開花へおいでくださいますように。私は寝台の上に置き直って、この女中の顔なり言葉なりから何かヒントをつかもうとしましたが、よほどよく訓練されたものと見えて、美しい顔はローザイクのように無表情で、どんな些細なことも引き出せそうはありません。ここは、どこです？女中の少し怪訝な顔を見ると、乱発しようと思う問いがことごとく口の中へ引っ込んでしまいます。なんというところです？お屋敷でございます。どこの屋敷？若様のお屋敷でございます。女中は仕方なしに答えている様子ですが、その困惑は容易のことではありません。私は、誰だ？女中さん、私の名は何だ？女中さん、念のために言ってくれ。私はいつの間にやら寝台を滑り落ちて、パジャマ姿のまま女中の前に立っておりました。お風呂をお召しあそばせ。女中はこと面倒と思ったか私の問いには答えず、事務的な切り工場で隣室の扉を開けました。そこはホテル風にすぐ洗面所と風呂場で、大理石のように見えるタイルを敷き詰めて白々とした西洋風呂が一つ。大姿見の前には一番ハイカラな男の七つ道具までが取り揃えてある様子です。風呂場を見ると、私は反射的に自分の手足を見ました。今までは少しも気がつかずにおりましたが、四方の華麗な贅沢な調度に対照して、これはまたなんという汚さでしょう。一つは、これも商売道具のつもりで何ヶ月越し湯で洗ったことのないこと。汗と泥と埃にまみれて、のてんに止まるせいもあったでしょう。とにかく、自分ながらものすごいような汚さ。若い女中がひたむきに風呂を進めたのも全く理由のないことではありませんでした。風呂場へ行って、これも何ヶ月目かで鏡を見ると、顔の変わりようも想像以上です。うっかり途中であったとしたら、自分ながらとても自分とは想像もつかなかったでしょう。どうも実に大変な人相で、伸びきって埃だらけになった頭は煙突ブラシュそっくり。顔は赤黒く焦げて、よくもこう赤を溜めたと思うような汚さ。ハイカラな大弁慶島の寝巻きと対照して、その黒みは 100% 以上です。これを見ると、もう若い女中を質問攻めに困らせるようなことはできません。いきなり西洋風呂に飛び込むと、最も短時間で最も効果的に全身の赤と埃を洗い落としました。30分がかりで一皮むくと、そこに用意されたタキシードを手早くつけました。小敷になり下がってこそいますが、2、3年前までは私も最先端人の一人で、一番贅沢な仕立てのタキシードに驚くような人間ではありません。すっかり着込んで大姿見の前に立つと、我ながら生まれ変わったような爽やかさ。日に焼けて少し色は黒くなっておりますが、スポーツマンらしい健康さがみなぎって、それもなかなか洒落ております。武将髭を剃り落として、伸びた毛はどうやらこうやらチックの力で後ろへ撫でつけてみると、これも芸術家によくある型になってなかなか悪くありません。風呂場の扉を排して外へ出ると、今までそこに待っていたらしい女中は、たしなみ深く何にも言いはしませんが、その目は脅威と好奇に燃えていることは疑いもありません。私はしかし、そんなことは目にもかけぬ態度で。さあ、食堂へ案内せい。いとも悠然と反り身になりました。どうせ夢なら、その夢を一番有効に享楽してやろうといった横着毛が頭をもたげると、もうこの屋敷の名やこの私の名を尋ねて女中を困惑させることは思いとどまってしまったのです。華やかな晩餐、美しい霊場。廊下へ出て大きいはしご段を降りて、二間三間先の大扉を押すと、中から華やかな笑いとバラ色の光が溢れて出ます。できるだけ落ち着き払って、いかにも自分の家の客前へ出てきた若い貴族といった態度で、私はドアの中へ一歩入っていきました。秀麿さん、皆様お待ちかねでいらっしゃいます。少し含みのある女の声。顔を上げると一番先に迎えてくれたのは50近い上品な婦人。黒ずくめの様相が妙にしっくりして微笑を含んだ顔にも名のある外交官婦人などによくある生涯の半分を外国で送ったらしいハイカラな清廉が匂います。おいの秀麿でございます。外国から帰ったばかりでお友達もありませんそうですから。どうぞよろしく。そう言って一座の人たちと引き合わせてくれました。一座といってもあと4人だけ。一人は梅谷明という貴族らしい青年。少し病弱そうですが、これはいかにも上品な人柄。もう一人は金井半四郎という、富豪の若主人といった負けん気らしい清寒そうな25、6の青年。うち見たところはニコニコした誠に人好きのいい男です。あと二人は若い婦人で、一人は薫さんといって梅谷青年の妹。和服のよく似合う、華奢な高雅な感じのする22、3の貴族らしい娘。最後の一人は私を紹介してくれた葉山夫人の愛情で、花江といって19かせいぜい20歳くらいの明るいクリーム色の様相をしたピチピチするほど快活な娘でした。この花江という娘の可愛らしさは全く法外で、健康と幸福とエマナチオンのように放散して歩くのではないかと思うほどです。マルポチャの少し仰向いた鼻。ぽっちり書いたような唇。生理的に微笑を絶やさないような豊かな頬。滴る大きい黒い瞳。弾力的な美しい死体。すべてが近代人にとって限りない魅惑です。私はこの5人の男女に、5つの美しい花弁を持った醜いしべのように取り囲まれておりました。それにしても、このサロンの美しさはどうでしょう。シャンデリアや英国製の絨毯やペルシャの壁掛けの華やかさに驚いたわけではありません。この近代ルネッサンス風のどっしりした作りや装飾や家具や、一号の破綻もない完成された趣味性は、大抵の贅沢は見てきた私も全く兜を脱がされてしまいます。大きい安楽椅子に持たれて、5人を相手に、私は何というヘマな主人ぶりだったでしょう。私の名は秀麿ということだけはわかりましたが、姓も身分も、この屋敷の町名番地も知らないのですから、どんなに横着芸を発揮しても、橋の下で仲間の小敷とバカ話をする時のようなわけにはいきません。芝居の話、美術の話、音楽の話、西洋の話、有名な貴族たちの話と、後から湧いてくる話題を適当にさばいていくために、私はどんなに骨折ったことでしょう。幸い、往来で読み捨ての新聞を拾って新しいことは大概知っていたのと、葉山夫人が調子を合わせて巧みに話題を進行させてくれたので、どうやらこうやら大した馬脚を表さずに済んだようなものです。やがて食堂が開かれました。主人席に着いた私は、今日まで3日余り、ろくな芋の尻尾にもありつかなかったのですから、胃の腑が飛び出していきなり皿へ噛みつきそうになるのをどんなに大骨折りで辛抱したことでしょう。料理の美しさ、酒のうまさ。私は久しぶりのせいもあったでしょうが、ほっぺたが落っこちるのではないかと思いました。食事の間に咲いていく話題は、因果と私には一番苦手な音楽団で、近頃来たダルモンテやシゲッティといった音楽家の噂などには全く並行して。秀麿さんはあれをお聞きでしたか？よかったですね。音楽好きらしい梅や青年の口を両手で塞いでやりたいような手のつけようのない焦燥を感じたりしました。それに劣らず弱ったのは、金井半四郎のリーグ戦の話です。総計2回戦はどうでしょう。あの時僕は友達とかけたんですが。といった話も全く私を手こずらせました。食事が済んで喫煙室へ入って、カオルさんの弾くピアノの音を隣に聞いて贅沢な葉巻の口を切った時、私は全く救われたような心持ちになりました。1年余りのすさみ切った生活が、私をすっかり野獣みたいにしてしまったのでしょう。長い間物もらい生活をした私にとって、上流人の生活は全く楽ではありません。30分ばかり経って、5人の客はめいめいの自動車で帰ってしまいました。取り残された私一人、少し裏寂しい心持ちで廊下を戻ると、すぐお休み遊ばしませ。宣告の女中がどこからともなく現れて案内してくれます。元の寝室。淡い真珠色の光の中にくつろいだ私は、もう女中を苦しめてこの謎を解くほどの気力もなく、寝巻きに着替えると全てを明日のことにして、橋の下の虫戸の伏ろに潜り込む時のように、一番贅沢な寝台の上の薄い絹布団の中へ、身を横たえて、目をつぶりました。夢か、現実か。私には何が何やら一向わかりません。ただ、たっった1時間半ばかりの不思議な経験を反芻するように思い出していると、あの花江の健康な美しい笑顔が、そっと私の記憶を占領してしまいます。女小敷のお若と観音様の相引き。おいおい、起きなさい。いつまで寝ているんだ。もうロックの活動が開くぜ。私ははっと目を覚ましました。誰やら足の先で私の横っ腹を蹴飛ばしているのです。そっと目を開けてみると、あの豪奢を極めた寝室もベッドも消え失せて、私はむしろを頭からかぶったまま、いつもの橋の下に丸くなって寝ていたのです。ここ、どこだい？バカ野郎！てめえの巣を忘れるやつがあるかい！水際へ降りて面でも洗ってきやがれ！そう言いながらもう一つ私の脇腹を蹴飛ばすのは、辻の六蔵という仲間では面のいい小敷。腕も頭も私と張り合って、つい両雄並び立たないような羽目に臨んでいる厄介な男でした。三公、てめえ気でも触れやしないか？何を？頭はトンボみてえに光って、体が嫌に生っちろくなったじゃねえか。え？そう言われてみると、なるほど、私の手足は日に焼けてはいるが、小ざっぱりと洗い清められて、顔はわかりませんが、頭の毛もどうやら油か何かで後ろへ撫でつけてあります。鼻持ちのならねえ匂いだ。お若坊に見せようってつもりだろうが、そんな自社のおしゃれはこちとらの仲間には通用しねえや。なんだと？キザな野郎っちゃない。ドブへ頭でも突っ込んで出直してきやがれ。パッと埃を蹴返すと、横っ飛びに橋のたもとへ駆け上がります。野郎！と言ったが及びません。また仕返しをすることもあるだろうといった淡い憤怒と哀愁ともつかぬ心持ちで橋の上へ這い上がると、私も普段の持ち場の観音様の裏手の方へ出動していきました。ちょいと、さんちゃん。お待ちよ。なんて早い足だろう。今日はボロも巻かず、びっこも引かず、それで商売ができるのかい？と言いながら、そばへ寄り添うようにはあはあ息を切らしているのは、今しがたも喧嘩の種になった女小敷のお若でした。女小敷といったところで、これは紋付きの芸人で、ペンペコ三味線を一丁抱えておりますが、手拭いをかぶった下から見える目鼻立ちは、なるほど、仲間の目からは美しくも輝かしく見えるでしょう。お白いっけなしの日に焼けた顔はかなり老けて見えますが、本当の年は20歳を越してはいないでしょう。もっとも美しく見えるのは左半面だけで、右半面は大やけどでひっつりだらけの上、目まで潰れておりますから、こちらの側からはとても二目とは見られません。どうして小敷の仲間に入ったか。生まれは相当に良かったらしく、物腰も尋常、気風も娘らしい若々しさと、すさみきれない優しさを持っておりますから、仲間では一番の人気者で。こういう私も、昨日までは何かしら淡い恋心を寄せて、辻の六蔵と二三度さや当てめかしいことをやったものです。どうしたのさ、さんちゃん。今日は全く変よ。いい匂いなんかしてさ。二人は観音様の裏手、気まぐれな土地の子供でもなければめったに入ってこない木陰の捨て石にかけて、ちぐはぐな心持ちで顔を見合っておりました。すっかり綺麗になったのね。そうしていると、さんちゃんは紳士のように立派よ。何がつまらない。私は噛んで吐き出すように顔を背けました。昨日まで淡い恋心を寄せたお若が、今日はまた何という醜さでしょう。二人はしばらく黙り込んでしまいました。お若のため息をつい耳のそばに聞きながら、私は昨夜の素晴らしい経験と、あの葉山夫人の愛情の美しさを忘れかねておりました。娘の手を握ったまま恐ろしい睡魔へ。もう一度、あの晩の若様生活を繰り返したいとは思いましたが、あくる日の夜も、そのあくる日の夜も、橋の下で寝て、橋の下で覚めました。いろいろの事情を総合して、あれは夢や幻ではなく、極めて確かな真実の経験だったことは明らかですが、日が経つにつれてその自信もぐらついて、やはりあれは夢だったかもしれないといったあやふやな心持ちになるのでした。手足が赤ぞんで頭の甲油が抜けると、私にはそうより他に考えようがなかったのです。女小敷のお若は私が元の通り汚くなっていくのを見てすっかり有頂天になっております。近頃では辻の六蔵などには見向きもせずに私のイリュージョンを打ち壊すことに専念しているようでもあります。貧しい、ひもじい幾日が続きました。屈辱と栄誉の中に私の自由は次第に蘇っていきます。私はもうすっかりニヒリスティックな小じき根性になりすまして、いつかの夜の冒険も忘れがちになっておりました。このままで過ぎてしまえば、私は一生小じきで終わったかもしれませんが、幸か不幸か、もう一度私は、あの豪奢を極めた信頼の上で目を覚ましたのでした。若様、皆様お揃いでいらっしゃいます。お召し替え遊ばしませ。いつかの若い女中がお面のような無表情な顔でこういうのを聞くと、私はもうカバと飛び起きて隣の風呂場に飛び込んでおりました。汚れた顔や手足や埃だらけな頭を見られたくないというよりも、ともすれば私の手から漏れ出しそうなこの儚い世界をしかと抑えようとしたのでした。一っ風呂念入りに洗い落として、今日は爽やかな絹せる焦げ茶の羽織を引っ掛けていそいそと客間へ行くと、顔ぶれは前の通り、葉山夫人と梅屋と金井と薫と花江は飛びつくように私を迎えてくれます。秀麿様、今晩はありがとう。久しく呼んでいただかないんで、ずいぶん待ち遠でしたわ。というのは人懐っこい花江。今晩はすがすがしい赤竹色の様相で一段と立ち勝って美しく見えます。それから雑誌、食事、同級やら麻雀やら始まりました。同級は学生時代から得意で、梅屋や金井と優劣なくやれますが、麻雀にはすっかり降参してしまいました。これは近頃の遊戯で、橋の下の住人にはまず縁のない遊戯だったのです。この屋敷の見当だけでも知っておこうと思ったので、そっと抜け出してバルコニーへ出ると、そこにはこれもあまり麻雀を好きではないという花江が、遠い寸に深々と持たれて、初夏の夜の大空を匂わせております。花江さん、何を見ていらっしゃるんです？あら、ごめんなさい。私、麻雀はあまり好きじゃありませんし、金井さんがしつこくおっしゃるから、そっと抜け出してしまったんです。私は黙ってうなずいたまま、遠い椅子を引き寄せて花江のそばへ。肘と肘が触れそうに近々とかけました。あの音は何でしょう？電車じゃございませんか？どこの？商船よ。花江の爽やかな声には、なんか腑に落ちない響きがあります。花江さん、変なことを聞くようですが、どうぞ笑わずに答えてください。私は思い定めて、この娘の口から一切の秘密を引き出そうとしました。ええ、どうぞ。だけど、私何にも存じませんわ。花江の顔は薄明かりの中に少し傾いて、大きい目が怪訝そうに私を見つめます。ここは、どこでしょうね、花江さん。運の悪いことに、この屋敷は塀が高く植え込みが深く、2階のバルコニーから眺めても、ここはどこという見当は全くつかなかったのです。あなたのお屋敷じゃございませんか。それはわかってるんですが、一体、この私は誰でしょう。まあ、秀丸さん。これが花江の答えの全部だったのです。秀丸さん、これが私の名前に相違ありませんが、何の秀丸なのか、私はそれを聞き出す勇気もありません。私の姓を源氏か平家か、それとも立花かを聞き定めるためには、花江はあまりに娘らしく、あまりに無邪気だったのです。そのうち恐ろしい眠気が私を襲い始めました。不自然な、不愉快な眠さが、私の全身を穴の中に引き入れるような心持ちにさせます。多分、今しがた女中が持ってきた冷たい飲み物に催眠薬のようなものが仕込まれていたのかもわかりません。このまま眠ってしまえば、明くる朝私はいつもの橋の下で荒むしろの中に目を覚ますでしょう。そう思うと、恐ろしい睡魔と戦いながら、私は溺るるもののようにそのあたりを探し回りました。やがて、つい目の前にある花江の美しい顔も、次第に遠ざかってしまいます。花江さん、花江さん、僕は恐ろしい。眠らされかけているんです。僕の手を、握ってください。私の様子がどんなに真剣だったか。どうなすったんです、秀丸さん。秀丸さん、しっかりしてください。娘の恥ずかしさも忘れて差し伸べた柔らかい温かい手。強く握れば手のひらの中に消えそうなのを、私は何の遠慮もなくしっかと掴みました。花江さん。花江さん。私の後ろから、金井半四郎の憎悪に満ちた目が、この不思議なシーンを見つめているからですが、そんなことはもう問題ではありません。私は、花江の小さい手を握って、眠りの不可抗力と死に物狂いに争い続けておりました。喜劇の大詰めに恐ろしい襲撃。花江さん。私の手のひらの中にある小さい手を引き寄せると、素直に近寄って、私の方へ頬を寄せてくれます。さんちゃん、目が覚めて。あっ。おぼつかなくも重いまぶたを開くと、目の前にあるのはひっつりだらけの焼け跡の顔。美しい花江の手がいつの間にやら女小じきのお若の手に変わっていたのでした。場所は言うまでもなく橋の下。遠い巣は荒むしろのしとねに変わって、私はボロ切れの中に豚の子のように転がっていたのです。三子、みっともねえぞ。天道様に照らされてなんて様だ。不意に辻の六蔵の声。橋のたもとから飛び降りると、町内の人たちが捨てたゴミを一抱えさらって、私とお若の頭の上からさっとかけます。何しやがる。激怒に私の目は冴えました。飛び上がると六蔵の胸ぐらを取って、柔道初段の腕前、腰車にかけてさっと投げると、六蔵の体はもんどり打って川の中へ。おお、こじきが喧嘩だ。こじきが川へ入ったぞ。立ち騒ぐ橋の上の人には目もくれず、来いよ若。二人は岸に飛び上がると、浅草の方へ一文字に逃げ出してしまいました。それから半時ばかり、どこをどう歩いたかわかりませんが、お若は唐の昔に振り捨てて、私だけたった一人、浅草の奥の捨て石の上に頬杖をついて考え込んでおりました。ふと思いついて、自動電話に入り込んで電話帳を食ってみると、秀丸と呼ばれた自分の姓はわかりませんが、梅や金井、葉山などという姓はいくつもあります。あるぞあるぞ。私はついそう言ってしまいました。一人は婦人、一人は部屋住みと見えて、葉山、梅屋だけではわかりませんが、金井半四郎の方は、事務所と本邸と2本まで電話を持っております。駒込の小立の中に、金井半四郎の本宅を見つけたのは、それから1時間ばかり後のことでした。早速飛んで行ってみると、思いのほか堂々たる邸宅で、ボロを引っ提げた小じき姿の私などが、とても門へ寄りつけようもありません。私は諦めた心持ちで、例の橋の下へたどり着きました。往来の絶え間を見澄まして、橋桁の下の闇へ這い込むと。さんちゃん、待っていたよ。半面美人のお若が待っていて、不機嫌な私に構わず、今日はもらいがどっさりあったから、天ぷらを買ってきたよ。お上がり。お若は、私の体へもたれるように、鼻の先へ美味しそうな竹の皮を開くのでした。それから私の二重生活は2度3度繰り返されました。若様になりすました時、今度こそはといろいろ手を尽くして自分の身の上を探求しましたが、みんな気を揃えて隠すのか、短い時間ではどうにも手の下しようがありません。いろいろの事件を考え合わせると、私の正体を知っているのは屋敷のうちの者ほんの2、3人だけで、あとは近頃外国から帰ったばかりのひどい神経衰弱で健忘症にかかった若様と信じきっている様子でした。誠に恥ずかしいことですが、ある時などはどうせまた小じき生活に戻されるものならばと考えて、用心のために、私の紙入れを持ってこい。そらぞらしい顔をして女中にそう言ってみたことがありました。素直に持ってきた紙入れの中を見ると、100円札と10円札がいっぱい。少なく見積もっても2、3千円はあったでしょう。私は少しぼーっとなって、懐へ固くしまい込みました。あくる朝橋の下で目が覚めても、こればかりは何とかして手に残したいと思ったのです。しかし、それもいけませんでした。あくる朝、荒むしろの中で目を覚ましたとき、第一番に懐の中を探しましたが、100円札どころか、赤い銅貨が1枚もないという情けない始末です。私はすっかり困惑してしまいました。その間にも、花江との間が次第に細やかになって、私の方から申し込みさえすれば、1つも間違いないところまで押し進みましたが、一方、橋の下の住人としては、女小じきのお若は執念深く私に絡みついて、もうどんなことがあっても離れそうにありません。このままでいったら、私は気狂いになったかもしれませんが、幸か不幸か、喜劇の結果は思いもよらぬ恐ろしい姿で私の上へ降りかかってきました。ある若様生活の晩、私は耐えきれなくなって客間から庭へ飛び出しました。女中や家来どもの目を逃れて往来へ抜け出たら、門札を見るなり巡査に聞くなりして、自分の名前と屋敷の正体だけでもわかるだろうと思ったのでした。門を出て振り返ると、山の手の大きい屋敷の悪い習慣で、どこにも表札がありません。が、四方の寂しさ、物の値、気分などで、番町あたりの大きい邸宅ということだけはわかります。寂しい町をコロッポ行くと、後ろから、ドーンと板を叩くような声。脇の下に激しい痛みを覚えて、思わずよろめくと、野郎、くたばってしめえ。横合いから、鋭いもので私の頭を打ったものがあります。私はそれっきり、気を失ってしまいました。ロマン主義者、千葉子爵登場。何時間、あるいは何日経ったことでしょう。その次に私が目を覚ましたのは、橋の下のむしろの上でも、豪奢を極めた寝室の中でもなく、白ずくめの外科病院の特等病室の中でした。あ、花江さん。私の顔を気遣わしそうに見守っている若い娘は、紛れもなく美しい花江だったことが、どんなに私を心強がらせたことでしょう。あら、お気がつきまして。花江の狂気する声がすぐ付き添い看護婦に止められてしまいました。私の容体はまだ精神の激動にも物を言うことにも適してはいなかったのです。それから2週間ばかり、長い長い保護の後、私はようやく長い話にも精神の激動にも耐えるようになりました。その間、看護婦や医者の行き届いた看護は言うまでもありませんが、折々病床を訪ねてくれる花江の親切が、どんなに私を力づけてくれたかわかりません。とうとう退院の日が来ました。花江と看護婦に助けられて自動車に収まった私は、30分と経たないうちに、番町のとある屋敷に送り届けられました。顔見知りの雇い人女中たちが黙礼するのに応えて2階の寝室に通ると、私をベッドの上へ押し上げるようにした看護婦と花江は、お疲れでしょう。しばらくお休みなさいまし。後でお目にかかりたい方があるそうですから。妙に気にかかる言葉を残して下へ降りてしまいました。こんなことを言われるとすっかり興奮してしまって、眠ることも休むこともできません。とうとう我慢がしきれなくなって、私は枕元の呼び鈴を押してしまいました。女中を呼んで、花江なり看護婦なりに来てもらおうと思ったのです。しばらくすると廊下に足音がして、ドアは静かに外から開けられました。窓から入る朝の光線をまともに浴びて入り口に立ったのは、高雅な若い紳士。どうだ、水島くん。気分はすっかりいいか？私だよ。その声を聞いた刹那、私は何もかも分かってしまいました。千葉くん、君か。君だったのか。こんな悪さをしたのは。5年前にフランスへ行ってしまった、子爵千葉元常。私はこの男の存在をすっかり忘れていたのです。このロマン主義者なら、どんな奇抜な芝居でも打ちかねません。犯人は誰？私から言うとおかしく聞こえますが、若い千葉子爵は命と名誉と財産と私に助けられたことがあったのです。悪辣な詐欺団の関係に引っかかって危うく刑法上の罪人にまでなろうとしたのを、当時法科大学を出たばかりの私が柔道初段の腕前とノートから解放されたばかりの生々しい法律知識で救ってやったのでした。そのいきさつも一つの物語になりますが、それはまあ預かるとして。その事件があったから急に日本が嫌になった千葉子爵は、大きな財産と噂の種を残して、ほとんど永住するようにフランスへ行ってしまったのです。フランスの生活にも飽きて日本に帰ってきたのが6ヶ月前さ。ふと友達が恋しくなって君の行方を探すと、初めは容易にわからなかったが、警視庁と私立探偵社の力で、とうとう橋の下に住んで、あんなひどい暮らしをしていることまでわかったんだ。千葉子爵は秀麗な面を曇らせ、こう話し続けました。すぐにも引き取って足を洗わせようと思ったが、君の強情さもつむじ曲がりも知り尽くしているし、それに近頃、精神的にもよほど変わっているようだというから、表面から忠告に向かったんではとても受け付けまいと思ったんだ。腹心の家来に言いつけて、橋の下に寝ている君を麻酔さしてさらってきては、ロマンチックな世界を覗かせて、橋の下でなくとも、この世には面白い生活のあることを悟らせたんだ。ことに、私のいとこの花江は、君を橋の下の生活から引き離すためには一番の主君者だったらしいよ。千葉子爵の話を聞きながら信頼の上でいろいろ思い合わせると、なるほど、そう聞いて説明されないことは一つもありません。ところがあの騒ぎだ。君はピストルで撃たれた上、棍棒で殴られて門の前に倒れていたんだ。そばには半面大やけどの女小敷が、これも棍棒で打ちのめされて虫の息で倒れていたよ。え？それからどうした？犯人はすぐ捕まった。辻の六蔵という小敷さ。君が夜な夜な麻酔させられ、いずこともなくさらわれていくのに気づいた女小敷が、大骨を折って後をつけてこの屋敷の外まで来ると、またその後をつけてきた六蔵という男小敷がやってきて、いきなり門から出た君を撃ったらしいんだ。女小敷が驚いて止めると、今度は女小敷にまで撃ってかかって、それも半死半生の目に合わせた。話はそれだけだが、警視庁の調べはそれだけでは済まなかった。六蔵はピストルを持っているわけはない。君の頭を撃ったのは六蔵にそういないが、君の脇腹へピストルの弾を撃ち込んだ人間は他にあるという見込みなんだ。それからどうした？ごく簡単に話すと、君を襲撃した本当の犯人は、君も知ってるだろう。あの、金井半四郎だったんだよ。辻の六蔵は、倒れかかる君を殴って二つ三つコブをこしらえたくらいなんだ。え？女小敷。お若とか言ったね。あれは感心な女だ。あんな目にあっても君のことを何にも言わなかったそうだ。まだ病院にいるはずだよ。もう少し丈夫になったら見舞ってやりたまえ。ちょうど千葉子爵の話が済んだのを合図のように、お茶を持ってまいりましたわ。ここで召し上がりません？花江の明るい顔がドアの影から現れます。この後のことは申すまでもありません。私は親友の行為で小敷の足を洗った上、千葉子爵家が大株主になって、旧領地の特産物を扱っている工業会社に入り、千葉子爵のいとこの花江と1年前に結婚しました。もちろんその前に、私のボヘミアン時代のことを何もかも打ち明けたことは申すまでもありません。女小敷のお若は、素性を聞いてみると育ちの良い娘で、心がけも申し分ないことがわかり、かつ私には何と言っても恩人ですから、引き取って、私の家から裁縫学校へ通わせております。昔の淡い恋心とおっしゃるんですか？いや、とんでもない。そんなものは、もう毛ほどもありません。水島サンゴは、腰の低いお辞儀を一つしました。